食べてないのに食レポ。キンプリヒラの仕様が海鮮の味を息遣いで表現した衝撃エピソード。キングピンスのメンバーである平野仕様が食べていないにもかかわらず食レポを披露した理由について紹介します。キング、リンチェプリンスルという冠番組日本テレビ系の3月4日の放送会では当たり前レストランという企画がオンエアされました。この企画では 調理過程を見て定番の料理名を当てると、正解した人だけがその料理を食べることができます。今回は2023年最初の当たり前レストランとして、高級 SP と題して行われました。メンバーの高橋山は自信を持って、この企画は僕のためにあると語り、驚異的な正解率71.9%を叩き出しました。一方、 これまで最も正解率が低かったのは平野仕様で28.1%だと判明しました。マックの劇団一人からは普段はどんなものを食べているのと尋ねられた平野は俺一個ハマったらそれ食い続けちゃうと笑いながら語りました。半年くらいずっとガパオライスを食べていたんです。よと明かしメンバーたちを爆笑させました。その後、第一問目として V. アベースが出題され、神宮寺優太は大興奮で、分かったかも、と叫びました。さらに劇団一人から、六文字というヒントが出されると、平野も興奮しながら、分かった、と叫びましたが不正解でした。神宮寺は見事正解しましたが、平野は V. ヤベースを食べている神宮寺をじろじろと見つめながら、味が分かると言い出しました。すごい鼻に抜けるというか、 食べた後に、息遣いが海鮮で、塩のバランスがちょうどいいですね、と、独特な表現で、なぜか食レポを披露していました。また、二問目の、てっちり、では、劇団一人からイントネーションのヒントをもらった瞬間、あってたー。と大興奮でパネルに書き始めた平野でしたが、でっちりと答えて、しまいこれも不正解でした。 間違いをからかわれる中、平野は釈明しました。俺よくお尻が、でっちりっておばあちゃんに言われて,って、て、と説明しましたが、劇団一人から、お尻のこと、でっちりって言うなら絶対正解じゃない、と指摘されました。結局、三問目の、ロシーにも食べることは叶いませんでした。この放送に対して、ネット上では、 食べていないのに食べている人よりも上舌に食レポしているのが笑える。平野くんはやっぱり面白すぎる。なんでお尻の呼び方で正解だと思ったんだろうといった声が集まりました。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。